はい、こんにちは。リンテージチャンネルです。三浦春馬の深淵3ということでやらせていただきたいと思います。一文字書いていますけど、エミューズ法務部に、ね、なんか訴えられて裁判を起こされる可能性もあるということになってきましたけど、まあ、全然めげずにやっていきたいと思います。今回はですね、三浦春馬問題でも一つのね、私なりの指針を打ち出していければと思います。これはどういうことかっていうと、前回、最後にお話ししたアドレナクロまあ、快楽物質ですね、まあ、幼児から出たアドレナクロムを抽出してセレブ層とかタレントたちが注射するとか、それによって若返りを図るとかいう、まあ、こういうことが世界的に行われていて、そういう国際犯罪組織と三浦春馬が戦っているという、こういう説があるんですよね。この説に関して私はこれは否定したいと思います。ただ否定はしますけど、その説がね、いかにその信じたくなるような構造を持ってね、情報誘導っていうのかね、印象操作っていうか、そういうふうになされて結果的にそれを信じている人もすごく多い、こういう理由でそうなったんだということをちゃんと説明したいと思います。ただ否定してね、このバカにしてこんなバカな話を信じている人がいるんですよと、そういう話ではないです。春馬氏が亡くなった年にできたエミューズ手島保養所の話です。香川県ですね、瀬戸内の東部、小豆島の西 3.7 キロに位置する島、これ手島っていうのがあるんですけど、この手島にエミューズは保養所を作りました。船でしか行けないようなところに、そのなぜエミューズがそういう保養所を作った、保養所って言ったってなんだかわからないんですけど、すごい豪華な保養所で、それでも20人ぐらいしか泊まれないようになってるらしいんですけど、まあ、これに対して福山雅治がこれのことはまあ秘密基地というふうに言ってたと、あと有名な俳優のキアヌ・リーブスがそこを訪れていたということが判明しています。まあ、そこら辺でちょっとですね、相当イメージは膨らむんです。キアヌ・リーブスってなんとあのジェフリー・エプスタインと仲が良かったという噂があるんですね。このジェフリー・エプスタインというのが、まあ、前回お話ししましたが、ちょっと軽くおさらいしますけど、ロリータ・エクスプレスという専用の飛行機でセント・トーマス島というところにあるね、自分の別荘みたいなところに子供たちを監禁してね、虐待し、そんでセレブたちをそこに案内して売春みたいなことも行って、そこでアドレナクロムを抽出してっていうようなことにつながってくると思う。そういうようなすごい噂のある、相当やばい人で、逮捕されて勾留中に自殺なさってます。このジェフリー・エプスタインって相当なその性加害者でも、2020今年の1月3日4日に新たにですね、なんか機密が解除になって顧客リストの一部がまた公開されました。顧客リストっていうのは必ずしもエプスタインのその接待を受けて性加害に加担してた人という意味ではないです。あくまでエプスタインと仲良かった人というリストだと思うんですけど、なんとここでレオナルド・ディカプリオ、ナオミ・キャンベル、ブルース・ウィルス、ホーキング博士、マイケル・ジャクソン、デビッド・カッパーフィールド、ケイト・ブランシェットというそうそうたる面が仲良かったということは、また、今年の1月3日4日に明らかになっている。やはりセント・トーマス島というのが手島保養所というのとかなりイメージとしては結びついたというのは想像に難くないところですね。春馬氏はエミューズに所属してたわけですからね、まして AAA っていうところで積極的にラオスの子どもたちを支援する活動をしてたわけで、当然こうイメージが結びつきやすい。手島保養所に対して内部にいる春馬氏っていうのが何かメッセージを発しようとしたということで、インスタグラムの投稿でこの保養所の問題を匂わせていた。はい、これがその投稿ですね。煮込みうどん、もずく酢、カジキマグロのソテーと、コメントにおはようございましたというあるんですね。このおはようございましたっていう言葉は普通使いませんね。これが何か意味しているんだ、これは誰が考えても変な言葉だなと思います。このおはようございますではなくて、おはようございましたの下の字っていうことから、まあちょっと苦しいんですけど、この写真を上下反対にすると、この下の字はそれを意味してるんだ、まあ強引にですけど、それをしてみると、左上のカジキマグロっていうのはなんと、手島の形によく似てると、こういうことなんですね。それで右のモズクスは、まあモズク自体は関係ないので、ここに豆みたいのがあって、これが多分小豆島の小さい豆と書きますね。これは小豆島を表していると。で
うどん、うどんというのはさぬきうどん、つまりさぬきは香川なので、これは香川県のことを意味していると。だからここで左のカジキマグロのね、この手島、これの存在をアピールするためのインスタグラムの投稿だったのではないかということで、有名になったんですね。これが春馬氏がね、手島保養所をみんなに知らせるメッセージだったと、こういう話なんで、国際的な犯罪組織を相手にするんならね、せめてもう少し分かりやすくね、言ってほしかったとしか、まあ言いようがない。まあこのインスタが投稿されて春馬氏が存命の時、一体何人の読者がこの投稿を見て、これは手島保養所のことを言ってるんだ、手島保養所やばいんじゃないかって気づくでしょうかね。こんなの気づく人ってまずいないんじゃないでしょうか。あまりにも想像がたくましすぎてね、正直こんな話ならしない方がずっと春馬氏の死の不信感を追求しやすいと、こういうふうに私は思いますね。やはり春馬氏がこういうふうな不思議な死を遂げてしまうとですね、どうしてもそのワードっていうのがどんどん結びついて、すごい陰謀に巻き込まれた感はある。それはしょうがないことだし、はい、エミューズ保養所、それから秘密基地、キアヌ・リーブス、春馬氏は暗号好きだ、そしてアドレナクロムと、こういうのがどんどん結びつくと、もう自然にそのエプスタイン島を想像するようにはできてます。ただしアドレナクロムの話は嘘なんですね。これは多分ディスインフォメーションというやつです。意図的に吹聴する嘘をディスインフォメーションと言います。しかも政治的背景にあるディスインフォーマー、これはその人のことを言います。そういうことを吹聴する人のことをディスインフォーマー、ディスインフォーマーがいて、ある方向に人々を持っていこうとしている可能性が高いと。注意してほしいのは、春馬氏の死に関して疑問を持っていろいろな可能性を考えている人、すべてディスインフォーマーではありません。ディスインフォーマーってのはわずかなんて、後の人はなんとなくその意見にどうしても信憑性があるというか、その想像力の、翼が羽ばたきやすいので、そっちの意見に引っ張られてるだけなんで、これがだから今回私がすごく言いたかったディスインフォーメーションの話ですね。どんな人でも自分の意見が 100% というのは純粋に自分の意見ということはないです。どっかで読んだ記事、誰かが言ったことが自分にしっくりきたとき、その影響をどうしても受けてしまうんです。ディスインフォーマーがあまりにも強い方向性を指針すると、もしかしたらそうなのかもしれないという気持ちになってしまいます。だから多くの人は知らず知らずのうちにディスインフォーマーの意見に少しずつ寄ってってしまうんですね。さっきの話だとエプスタインの話、あるいは国際 NGO 団体がひどいことを裏ではしてたという話、こういった話は本当の話なんです。そういった話とアドレノクロムの話は決定的な違いがあるんです。で、そこが感覚が麻痺していくと違いが分からなくなってしまう。どこがまあ決定的に違うかというと証拠ですね。前者は証拠がすごくいっぱいあるんですけど、後者はほとんど全く証拠がない。日本では富士フイルムがアドレノクロムを作ってるから悪の手先だという人がいるけど、富士フイルムは化学合成によって製造された製品をただ海外から輸入しているだけで、生成工場さえ持ってないんですね。そもそも若返りをするという効果はどんな化学論文にも存在しないんですね。不老不死なんですよ、本当。それは SF 漫画とか小説だけの話なんです。アドレノクロムを飲んだという芸能人の告発もないんですね。証拠、証言、押収物などあらゆる後ろ盾になる材料が一切ないということで、そんなことをもって犯罪を隠しているお前こそディープステートの工作員だろうっていうふうに思われてもね、逆なんですよね。もしそのディープステートとかね、そういう犯罪ネットワークが存在してて、私がそのボスならこう思うでしょう。ちょっとやりすぎちゃってね、いくつか犯罪が違う、ボロ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 立証されてしまった、これをなんとか否定したい、そうだ、そんな時はディスインフォーマーを雇って彼らに絶対 100% 嘘の情報を真実の中に混ぜてもらおう。この明らかに嘘の混じった話を、いい加減なことを言うなと、嘘の部分だけ否定すればいい。そうすると本当の部分も含め全て陰謀論者が間違っていたという印象を世間に与えることができる。これこそ大どんでん返しの秘宝だと、私がもし、ディープステートのボスだったらそう思うということですね。
これは難しい、すごく難しいことで、私だってまあはっきり言ってしまえば弟がこういう説を言ってくれなければ気づかなかった部分でもあります。でも我が身にこう置き換えて考えれば、悪化は良化を駆逐するっていう言葉があるじゃないですか。アメリカで10年ぐらい前になんかサブプライム論って問題になりました。これはまあ、難しいことは言いませんけど、株の中にね、優良な株の中に悪い株を混ぜとくと、それを全体として優良な株として売っちゃえという発想なんですね。でも結果的にどうなったかっていうと、全部が悪い株になっちゃったんです。それでどうの破産する人が続出したっていう事件がありました。だからそれはすごく有効なことなんです。もう一つだけ本当に私もいろいろな、どんな例えしたらみんなに分かっていただけるのかって考えて、これだと思いました。今松本人志問題あるじゃないですか。私は松本人志、どっちかというとその性加害者じゃないという説を取ってるんですけど、あくまでも分かりやすく言うためだけにこの例えをします。吉本興業が松本人志事件で最初当該事実は一切ありませんって言って全否定していました。しかしそれからボロボロ出てきた、どうもホテルでそういうコンパみたいのは行われていたらしい、それから後輩芸人を出現のように使っていたっていうのも本当らしい、あと上納システムとかね、女性セレクト支持とか、そういう言葉がどんどん明るみになってきた。そこでわざと吉本興業の方がこういうその情報を流すんです。新たな告発者が、松本人志は性行為中カッターでちょっと女性の体を傷つけ、そこから息血を吸っていた。でなんでそんなことする、わしは宇宙ドラキュラマッチョ悪魔教、こういうところに所属しとるんや。で定期的に若い女性の血が必要なんや。それを補給しないと UFO にさらわれて切開されてしまうんや。こういうことを言ってましたっていう告白を入れとくと、松本はこんなひどいことやってた、こんなひどいことやってた、結局あれはなんか UFO 宇宙人と組んでね、ドラキュラマッチョ悪魔教みたいなことやってる恐ろしい男で、もう人間だからなんだか分かんないぞ、悪魔と契約した男だみたいなことがどんどん噂になると、その真実の部分までが全部そのとんでも話になっていくんですね。これは今それをやったら有効かというと絶対そんなことない。もっとその事件がさざ波のように世間に知れ渡ったあたりでそれをすると、もう全部がとんでも話になって、松本がひどいことしてたって聞いた人が、ああ悪魔教の話だろう、 UFO だって話だろう、分かった分かったって、こういうふうになってしまう。それがディスインフォーメーション成功ということなんですね。ちょっと分かっていただけたでしょうか。これ私が松本人志割と擁護派なのになんでこういうことを言うんだろうかっていう、ね、で自分ながらね、その自分の例え話責めてしまいますけど、はい、次回はいよいよ本場米国でね、その YouTuber がその話に関わるとあっという間にアカウントバンを食らっているという有名なピザモン事件、それに対しては触れさせていただきたいと思います。こういうことを話す人もいないと結局真実って見えてこない。さっきの松本人志の話で分かっていただけたかと思うんですけど、何でもとんでも話にしちゃうと、そのどんなに力説しても一周されてしまうんですよね。ある程度見識を持った人からまともに取り合ってもらえない問題になっていくんで、だから三浦春馬問題もそこを狙ってるとこういう話なんでね。次回はピザモン事件についてお話ししたいと思います。 See you again でございます。